イスラエル工科大学研究教育水準はマサチューセッツ工科大学に悲剣して世界最高峰と言われており世界の科学技術の革新に多大な影響を与えている特筆すべき実績参照優れた人材学生研究者の排出機関としても有名で世界各国の多くの一流企業が学部時代から人材を確保しており 同大学卒業生の人気は高まり続けている。テクニオンは、K18 の学部旨及び、教育機関を抱え、理学部や工学部をはじめ、建築学部や医学部もある。大学設置されたのは、建国前であり、当初は、テクニクムという名称であった。実際に授業が開始されたのは12年後の1924年である。イスラエルで最古の大学であり、 技術研究機関である。2008年、イツハク・アペロイグ教授が、現在の学長となった。大学本部より、1901年、ドイツのベルリンにおいて、ドイツ系ユダヤ人による、事前協会が発足した。エズラ教会には、東欧のユダヤ人を助けることを呼び、ドイツ外のユダヤ人にするドイツ文化の促進という二つの目的があった。 1907年の9月から12月、創始者であるパウルナ・タン博士は、エズラ教会の設立した学校を調査するため、パレスチナを訪問した。パレスチナ滞在時に、彼の脳裏に、技術者学校のプランで高等教育機関を建設してみてはどうか、きっとそれがエズラ教会最大の活動になるのではないかとの案が湧いた。彼の施策は、 地域で起こり始めていた変革によるものである。当時パレスチナの地を支配していたオスマン帝国は科学技術的にヨーロッパより遅れをとっていた。時を同じくしてトルコ政府は大規模な生産開発を計画し多くの技術者を必要としていた。しかし当時オスマン帝国全土に養成学校が皆無であったためこのような技術者は存在しなかった。そのため帝国外部から 専門の技術者を呼び寄せる他はなかったのである。ナタンは、この新しい技術者学校を卒業するユダヤ人が新聞やの研究に携わるには、以下の条件が必要だと望んだ。ナタンは、この技術者学校ではドイツ語で教育しようと計画していた。なぜなら、予定されていたテキストはすべてドイツ語であったし、学生が扱う予定の装置も、 ドイツから取り寄せていたため出る。1908年、ナタンは、ホベベイツ4の指導者の一人であり、ビソツキー T 社の創始者でもある、ゼーブ・クロニムス・ビソツキーの息子、ダビット・ビソツキーに協力を求めた。ビソツキーは、技術者学校設立のために、10万ルーブルを請け負い、その後も5年にわたって、さらに10万ルーブルを寄付し続けた。クロニムス・ビソツキーの親友であったアハド・ハームが、 交渉の協力者となり、ついに投資説のユダヤ人の移行を約束する協定が結ばれた。1908年3月29日、ベルリンにて、ビソツキーとアハドハームは、エズラ教会のビソツキー基金設立を証明すると署名し、イスラエルの地に技術者学校が建設される道が開かれたのである。ナタンは長期にわたる検討の末、 この技術者学校を建てるにふさわしい場所はハイファであるとの考えに至った。当時、ハイファは人口約2万人、うちユダヤ人は2000人ほどの小さな町であったにもかかわらず、この地を選ぶいくつかの利点があった。この二つの事実によって、ハイファは工業及び交通の中心となることは明白であった。技術者学校は、 工業や交通に直接結びついているので、テクニオン卒業者への仕事の供給となる。しかも、正当派の影響下に置かれていた、エルサレム、あるいは、ヤッフォと違って、ハイ派のユダヤ人居住区は、まだ小規模で政治の面でも、宗教の面でも、中心的とはみなされなかった。技術者学校がこの街を、ユダヤ人の新たな集合場所へと変え、都市開発を促進してくれるだろう。 1908年、ナタンは、ビソツキーの後継ぎの寄付を受け、土地を買い取り始めることができた。彼は、パレスチナにおける、エズラ教会代表のエフライム後編に、ハイハで、技術者学校にふさわしい場所探しを依頼した。代表は、ナタンが、個人的に目をつけていた場所の数箇所を調べ、2ヶ月後に、シュモエルペブズネルと相談した後、ミラバン近郊に46ドゥナムの土地を選んだ。 この土地はもともと数名のアラブ人地主とテンプラー運動に所属するドイツ人によって買い取られていた。土地の登録はトルコ市民の名義によってのみ許可されるというトルコの制定によってドイツのエズラ教会による土地の登録は拒絶され、ナタンがイスタンブールにいるドイツ大使の力を借りてトルコ政府に圧力をかけるまでに丸2年を要した。1910年8月。 この土地は、エズラ協会会長のジェームス・サイモンの名義で登録された。この土地の購入による仲介料と登録料は合わせて10万フランスフランにまで上った。資金はまだ不十分であったため、新しい組織の献金も手配されることとなった。ユダヤ国民基金は10万フランクを寄付し、学校の役員会で代表の権を得ることとなった。シュマリアウ・デビン。 イエヒエル・チェルノブ、そしてジェイコブシフを筆頭とするアメリカのユダヤ人グループは10万ベイドルを献金した。貢献者たちの組織は、指導要領の制定に対するそれぞれ異なる要求を抱えていたが、最終的には、この設立された組織を指導していたウェルリン出身のナタンが技術教育のための専門学校の実験を握ることとなった。専門学校で学ぶ。 専門分野を定めるために、ナタンはドイツから幅広く集められた教育者たちと議論を行った。その結果、以下のような決定が得られた。テクニクム建築にあたって、アレクサンダー・ベルバルトという名のユダヤ人建築技師がドイツから呼び寄せられた。ベルバルトが構造を設計した後、2年間にわたる長期精密な建築作業を開始するため、3つの特別な許可を要した。 アラブ人居住者との不和やトルコ政府の怠慢が災いして工事が停滞するばかりであった。この工事に関する施設管理側の責任者としてシュマリーアウ・レビン博士が任を負うことになる。公式にテクニクム定組織が取り行われるのは1912年の4月11日となった。テクニクムの建築には多くの困難が伴った。1913年。 高等学校の校舎が完成した。今日においては国際科学博物館として親しまれているテクニオン旧校舎も1913年のうちにハイファのハダル地区に大部分は完成した。当初の目標は1914年の4月初旬にはこの施設を機能させ始めるというものであった。建設費用を再評価した結果、現存の予算では テクニクム建造を完成しきれないことが判明し、再び献金者のところに赴き新たな収入源の確保をする必要性が出てきた。創設の歴史の中で生じた数ある障害の中でも最も深刻な困難となったのは教育言語の問題であった。1913年まではテクニクム付属の高等学校の授業がヘブライ語で行われることは、 間違いなかったが、問題は、テクニクム自体の方で、未発達であった、当時のヘブライ語において、学習書、教育者、専門用語そのもの全てにおいて不十分で、授業はドイツ語で行われるものとされていた。テクニクムの教育言語を、ヘブライ語でなく、ドイツ語とすることをナタンが決定したとき、問題が浮き彫りになった。付属高校の目的は、後に、 テクニクムで学ぶ学生を育て上げることであり、当然同じ言語で学びを継続すべきであるため、議論は全くの現実問題となった。この決定は、シオニズム共同体を激怒させることになった。なぜなら、最初から、付属高校及びテクニクムの大部分の強化の主要言語は、ヘブライ語となると約束されていたし、ヘブライ語の近代化が国民の誇りの象徴になるはずだったからである。 ヘルツェリア高等学校を中心とする反対と非難の波が起こり、一周部で広がっていった。両社間の議論は辛辣であり、エズラ協会によってテクニクム建設計画の責任者として任命され、ヘブラインご指示側でもあったシュマリアウレビン博士を、ついには辞職にまで追い込んでしまった。1913年、第十一回シオニスト会議において、シオニスト機構が、 イスラエルの若い世代の教育を辞ねばならぬという要請を受けてレビンは演説に立った。1913年10月26日、ベルリンのテクニックム施設管理局において教育言語を決定する会議が取り行われた。その決定とは、ナタンの提案を受け入れ、ドイツ語で教育するというものであった。この決定によって施設管理局のシオニストであるメンバーは一斉に辞職し、 イスラエルの地では、エズラ教会に対する激しい弾圧運動が起こり、教育者組合のうちでテクニックムに対するボイコット性を発するまでに至った。この言語論争がきっかけで、計画続行のための寄付金増与者は見つけられず、資金不足によって建設作業は中断、施設の開始は延期せざるを得なくなった。直接的な結果は、労働者の解雇、そしてイスラエルの地における、 エズラ協会に対する不和の増加であった。絵面協会には幸福を余儀なくされ、1914年2月22日に開かれた会議でテクニックムの教言語はヘブライ語にすると宣言することとなった。言語問題は解決したが、深刻化する予算問題までは解決できなかった。1914年7月17日に最後の役員会議がベルリンで行われた。 この議題について、施設の役員たちの間で様々な内部論争が起こったが、最終的に、エズラ協会は、テクニクムを競売にかけることを提案した。テクニクムの主要債権者であった、エズラ協会の隠された意図は、独自に新しい敷地を獲得し、もはや運用上の問題が起こらないようにするということであった。2週間ほど経過して第一次世界大戦が勃発。 この事態によってトルコと同盟を結んでいたドイツに本拠を据えるエズラ協会は計画通りにテクニクムを売却することができた。なぜならこの施設の競売参加者たちはトルコと戦っていた連合国出身ばかりだったからである。1915年3月15日テクニクム協会の財産は売り払われエズラ協会は 自らの手で二十二万五千マルク分の新しい土地と建築物を得ることになる。戦時中は建築作業は中断され、施設や設備の保守管理の労力は削減された。1917年、ドイツ軍は建物を占領し、これを消毒施設や調理場として利用した。同年の春には、代わってトルコ軍が来て、主要建築物を病院にしてしまった。 1918年10月には、イギリス軍がハイファーを制圧、その上テクニクムの建築物を軍事病院に仕立て上げた。戦争後のエズラ協会の経済的状況は絶望的であり、戦勝国側との同盟を結んでいたシオニストキコは、このチャンスを利用して、1920年2月6日、エズラ協会よりテクニクムを買い受けることとな、 テクニックムに生涯を捧げ晩年をハイファで過ごそうとしたナタンには対立し合う者たちがこの施設を支配していく状況は見るに耐えない様子であった。テクニックム敷地内の建設物の状態はかなり悪化していた。イギリス軍は敷地内に病院を建て、よりによって井戸の真上を占領した。施設内の機械設備のほとんどは戦時中に盗難にあったり、売り払われたりしてしまった。 これらが原因で、機械設備の修理、慎長のための資金が、支給必要になった。同様に、イギリス人にその土地の立ち退きを交渉せねばならなかった。必要資金の調達、建築物の修復、及び、機械の新規購入にあたって、中心的に活躍したのが、ハイム・バイツマン博士であった。これらの手続きを行うために、5年を費やすことになった。この過程には、 修繕作業、機械や教育設備の購入のための資金調達、教員や管理職員の選定、そしてテクニックムの専攻カリキュラムの構成などが含まれる。1924年9月、この技術者学校をテクニオンと呼んではどうかというハイムナフマンベアリクの提案が受け入れられることになった。という言葉は古来のヘブライ語で設計などを意味する。 手編が伝わったもので、言葉の逆輸入になるというものである。1945年になってようやく、今の、テクニオンという名前が確定した。1923年には、アルベルト・アインシュタインが、テクニオンを訪問、1年後には、学内委員会の委員長になることに合意した。1924年12月14日、初めて夜間教室が実施され、 低組織から13年後にあたる1925年2月6日、公式にテクニオンの開校セレモニーが行われた。開校当時の敷地面積は46ドゥナムで7つの建物を有し、そのうちの1つで集中して勉学が行われた。施設の幹部は6人の教員を採用し、学生数は16人、部門は建築学と市民工学のみであった。 最初の数年間はテクニオンの管理職員たちは様々な問題に直面したが、その中でも重大なのはやはり資金不足であった。19年間にわたってテクニオンを運営してきたシュロモー・カプランスキーは現存の学部に加えて機械工学、電気工学、そして科学工学の学部旨を作った。この時代に テクニオンは急成長を遂げ、ドイツのナチズムの脅威から逃げ出した数多くの科学者たちを受け入れる窓口の役割も果たした。テクニオンの歴史において重要な転換は1950年代から始まる。この時期にテクニオンはシオニズム共同体から分離されて独立した施設となり、名称をテクニオンイスラエル工科大学イスラエル科学技術研究所と改め、 今日に至っている。また、研究分野が拡大し、生物学、農業工学、航空宇宙工学、食品工学、材料工学、経営工学、そして科学技術教育学の学部が開かれた。数学、科学、物理学はそれぞれ独立した部門となり、人文科学、芸術科も新たに建設された。テクニオンを取り巻く、建築物が密集するあまり、 施設の増築ができなくなり、新しいキャンパスに移動せざるを得なくなった。ナベー・シャーナンの新キャンパスへの移転は25年かけて段階的に行われた。ハダル・ハカルメルのキャンパスからナベー・シャーナンのキャンパスに最後に移転することになるのは建築学部であった。物理学部を創設したのは EPR パラドックスという革命的な論文をアルベルト・アインシュタインと 強調したことでで有名な物理学者、ネイサン・ンローゼンである。1960年代には医学と計算機科学の学部が設立され、学習制度は従来のものから累積型に変更された。この時期に学生数は7000人を超え始めた。ネゲブ、ベンイ,イコールグリオン大学の工学部が設立されるまでの長い期間、テクニオンはイスラエルで、 唯一の工学学位を授与する機関であった。1990年、ゼーブタドゥモール教授がテクニオン学長に任命され、本校卒業生が学長になるのは初めてのことであった。テクニオンは創立から今日まで7万人近い卒業生を輩出してきている。二千七年現在、テクニオンでは総勢一万三千人を超える学生が学んでおり、 そのうち約1万人が学種課程である。女性が学種課程の学生全体の3分の1を占めており、3000人近い女学生が学んでいる。ほとんどの学部において女性の占める割合は国における平均値を上回っており、当校の故障すべきこととなっている。参照。 http://www.jrcm.or.jp:/han.tbok:/2a.377.html。Www. Ok、ht テクニオンのキャンパスはテクニオンシティの名で親しまれている。ナベーシャーナン近郊からネシェル市の間2325ドゥナムの敷地を持っている。テクニオンシティは小規模な都市であり、 敷地内に学生及び関係者のための寮棟、スポーツセンター、シナゴーグ、映画館、訪問者センター、ユースホステル、文化会館、銀行支店、購買部、幼稚園、クリニックなど様々な施設を併せ持っている。テクニオンの学生組合は様々な文化行事を開催し、多くの学生の支援活動なども行っている。 医学部の学部棟はテクニオン式内ではなくハイファシバットガリーム地区のラムバム病院の隣に一致している。テクニオンには学士から博士までの学位を授与する16の学部棟と非常に多くの学科がある。また、加えて2つの教育機関が備わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。